はいどうも、ワンソクチューブです。自動車業界の気になるニュースを管理人目線でピックアップしたワンソクニュースをお届けします。ここ1週間で起きた自動車業界のニュースをですね、日刊自動車新聞さんの電子版からピックアップしてお届けしたいと思います。今回の気になったニュースはこちら。トヨタラブ 4PHV 受注一時見合わせ、予想上回る注文で電池生産追いつかずという記事です。トヨタ自動車は6月8日に発売したプラグインハイブリッド車 PHV ラブ 4PHV の受注を一時見合わせている。予想を上回る注文が寄せられ、駆動用バッテリーの生産が追いつかないため、受注の再開時期は改めて公表すると。ラブ 4PHV は電気自動車 EV として 95km を走行できるほか、全部モーターの出力を増やし、ハイブリッド車を4割近く上回る 225kW のシステム出力を持たせた。加速性能のほか減速特性もハイブリッドより大きく、スポーティー感を強調していると。価格がベース車費で60万円ほど高いため、月販300台を見込んでいたが、予約受注約500台分を含め、これまでに3000台以上の受注を得た模様と。駆動用のリチウムイオン電池はパナソニックとの電池合弁会社プライムプラネットエナジー&ソリューションズの姫路工場で生産しており、生産能力に限界がある上、 PHV は政府の税制優遇や補助金もあり、年度をまたぐ納車を控えることにしたという記事でした。いや、ラブ 4PHV 売れてるみたいですね。確かにですね、私も事前の、記事のまとめでですね、動画も含めて、これはいいねっていう風に押した記憶もあるんですけれども、先日ですね、ラブ 4PHV と新型ハリアの乗り比べ試乗会にも参加してきたんですが、いやね、これ本当に乗ったらさらにね、おすすめしたくなっちゃう車だったんで、もう正直ね、新型ハリアより全然一回りぐらいね、走りの質感は良かったんで、これね、また、先日ね、ラブカーズ TV のライブでも私言いましたけれども、私もね、これからラブ 4PHV のインプレッション動画出しますが、予想してたよりもね、はるかに走りの質感がめちゃくちゃ良かったんで、これはね、 PHV という付加価値を抜きにしても、走りでね、買ってもいいんじゃないかと思うような車になってました。すでにね、3000台の受注を得ているということなんで、月販がね、300台を予定していたところなんで、10倍の、受注をしているということなんで、電池の生産が追いつくと、また受注も再開すると思いますけれどもね。でもやっぱりね、生産には限りがあると思うんで、結構ね、納期は長引くんじゃないかなと思います。新型ハリアもね、納期がね、来年になっちゃうとかっていうね、景気のいい話になってるんで、いや、トヨタすごいなというところですね。続いての記事なんですけれども、7月7日の記事ですね。2020年1月から6月の国内新車販売ランキング、NBOX が4年連続首位と、登録者はライズが1位ということですね。2020年上期の登録者と軽自動車を合わせた社名別新車販売台数は、ホンダ NBOX が4年連続でトップだったと。コロナ禍で4月から6月の新車販売台数が前年を大きく下回ったものの、2位のスズキスペーシアに約3万6000台の差をつけて独走したと。続くダイハツ工業タントを含めトップ3を軽が占める中、総合4位につけたトヨタ自動車ライズが SUV として初めて登録者ランキングで上期トップの座を獲得と。カローラとともにトヨタ車の販売を牽引した。総合ランキングを見るとトップ3の顔ぶれ、順位ともに前年上期と変動はなかった。首位の NBOX は新型コロナの影響もあって、前年同期比22.7% 減と大幅な落ち込みに見舞われたものの、4年連続10万台超えを達成したと。一方、登録者はライズを筆頭にカローラ、ホンダのフィット、トヨタヤリス、日産自動車ノートがトップ10入りした。登録者のみのランキングではライズが1月2月6月と首位に立っており、人気が高まっている SUV 市場で存在感を高めたと。同じくカローラが2位に入るのは、2008年以来12年ぶりと。フィットが3位となるのは2015年以来の5年ぶりとなっています。6月3月の実績では NBOX が7ヶ月連続で首位だった。ついでライズ、スペーシア、ヤリスと続き、トップ10は登録者と K がそれぞれ半数を分け合ったと。6月発売の新型車ダイハツタフトが5079台で軽自動車ランキング9位、トヨタハリアが4239台で登録者ランキングで13位だったという記事ですね。2020年上半期の新車販売台数トップ10ではですね、やっぱ NBOX がダントツに強すぎですね。これはすごい。で、ルークスとかがね、名前が入ってないのほんとかわいそうだなと。
や3月に発売されてるはずなんですけどね。で私も今買う軽自動車の中ではルークスが最強だなと思ってたんですけど、ランキングには、2020年上期には入らなかったと。まあ、ただし6月ではですね、新車販売台数トップ10、単月ではルークスが5位に入ってますね。やっぱ売れてますね。で、NBOX、ライズ、スペーシア、ヤリス、ルークス、カローラ、フィット、ハスラー、タント、アルファードという順番になっています。でフィットとヤリスって同じ時期に、発売されたかと思いますが、2020年上期の新車販売トップ10ではヤリスよりフィットの方が売れてますね。2000台ぐらいですけれども、フィットの方が勝っているというのもなかなかね面白い結果じゃないかなと思います。ただヤリスはですね、6月以降ですねトヨタの併売で全店舗扱いになるので、まあ、ここから巻き返してくるだろうと。まあ、実際に6月単月で見るとフィットの9000台に対してヤリスは1万台ということで、もう6月時点ではやっぱり上回ってますね。この辺もね注目したいところですね。そして6月17日に発売された新型ハリアーですけれども、6月でもね、納車されているのが4000台、まあ、登録されているっていうことはね納車されているのと同じようなもんだと思いますが、4000台あるというのはねなかなか早い納車の方もいらっしゃったんですね。私も7月15日ぐらいに納車の予定となっているので、間もなくですね、納車インプレッションもご期待ください。続いての記事なんですけれども、7月8日の記事ですね。トヨタマイナーチェンジしたレクサス LS 公開、最新の運転支援技術レクサスチームメイトを搭載ということですね。トヨタ自動車は7日、一部改良予定のレクサス LS を公開した。高速道路を運転者の監視下で自動走行できる最新の運転支援技術をレクサスチームメイトと名付けて搭載したと。日本では今年冬に発売すると。レクサスチームメイトの一機能であるアドバンストドライブは、自動車専用道路で車線、車間維持や分岐、レーンチェンジ、追い越しを自動で行うと。運転者の前方注視が必要で、追い越しも運転者の了承を必要とし、米国自動車技術協会 SAE ではレベル2、部分運転自動化に相当すると。ベテラン開発ドライバーの制御を移植し、滑らかに走れるようにしたほか、制御ソフトをテレマティクスや有線経由で更新する機能も採用していると。ハイブリッド車ではバッテリーのアシスト量を増やし、加速性や静粛性を高めたと。日本を皮切りに世界90カ国以上の国地域で発売する計画ということですね。 LS がマイナーチェンジするとはね噂には聞いていたんですけれども、ここまで結構大掛かりなマイナーチェンジになるとはちょっと予想してなかったですね。エクステリアもね地味に結構変わってますからね。なんか3本分岐していたポジションライトとかもね1本にまとめられてね、見た目もすっきりしましたね。ただセンサーの関係なのか、ボディのねいろんなところにこう穴みたいなのが開いているというのが、今回のマイナーチェンジのエクステリアの変更点でもあるんですけれども、それはね結構気になるかなというところでもあります。まあ仕方ないのかもしれないですけど、もうちょっとねなんか、見た目が控えめになってるといいなと。その辺テスラとかはうまく、センサーとかを場所隠してるなという印象ではありますけどね。でついにね日本でもレベル2ではありますけれども、まあ、自動運転が、まあ、実装されるのが、まあ、LS が初となるということでね、これからさらにね、いろんな車に採用されていくといいなと。今までの BMW の、ハンズオフとか日産スカイラインのハンズオフとかはやっぱり限られたね、高速道路とか、あとトンネルじゃないところとか、時速60キロ未満とかね、かなり条件が限られていたので、それよりはね実用的な機能になっていると良いなと期待したいところですね。そして LS だけっていうのもねちょっとまだまだ普及はしていかないと思うので、レクサスのね下位グレードとか、まあ、トヨタ車とかにも普及していくと良いなと、期待したいと思います。続いての記事は7月8日の記事ですね。アウディジャパン新型車で反転攻勢、 SUV や EV 投入と、主力車種の一部改良もという記事です。アウディジャパンは新型車投入を起爆剤に新車販売の拡大を狙うと、8年ぶりの全面改良となる小型 SUV Q3 と新設定の Q3 スポーツバッグを8月19日に発売するのを皮切りに、主力車種の一部改良やアウディ初の EV e-tron の投入などを相次いで計画と。新型コロナウイルスの影響で低迷した輸入車市場で反転攻勢に打って出ると。7日に開いた新型 Q3 のオンラインプレスカンファレンスで、ノアック社長は2020年第2四半期を振り返り、新型コロナの影響はあったが、新車販売は市場を上回る実績だったと。 Q3
Q3 などの新型車の投入で下期は好実績となることを期待していると。商品ラインナップの拡充で新車販売が上向いていくと見通しを示したと。同社では8月発売の新型 Q3 に続き、秋にはビッグマイナーチェンジする新型 A4、 e-tron などを相次いで投入すると。今年に入ってすでに発売している A6 の2リッター車や A1 の1リッター車などを含め、年内に10車種以上を投入する計画を表明していると。ノアック社長はコロナ禍でいち早くオンライン対応などに取り組むことができたと、新たなことにチャレンジする機会だとし、商品の拡充とデジタル対応の両輪で販売を伸ばしていく考えと。8年ぶりに全面改良した2代目新型 Q3 は、先代と比べてホイールベースを 75mm 延長するなど、より広い居住空間を確保。さらにクーペスタイルを取り入れたスポーツバッグもラインナップに加えたほか、2リッターのディーゼルエンジン搭載モデルも追加したと。価格は Q3 が438万円から、同スポーツバッグが452万円からとなっています。まあ私もね、先日の、プレミア公開で新型 Q3 買ったよというのを公表しましたけれども、まだ見てない方はね、そちらの記事とか動画もね、下の詳細欄にリンク貼っておきますので、見ていただければと思います。Q3 だけじゃなくてもう1台買ってます。続いて7月11日の記事ですね。ダイハツタフト出足好調と、1ヶ月の受注が月販目標の 4.5 倍、ターボ車が4割という記事ですね。ダイハツ工業は10日、新型軽クロスオーバータフトの受注台数が発売1ヶ月で月販目標台数4000台の 4.5 倍となる約1万8000台に達したと発表した。新型コロナウイルスの影響によって新車需要が低迷する中での発売となったが、人気カテゴリーに満を持して投入した新型車とあって、昨年7月に発売したタントを上回る倍率の受注を獲得したと。受注の内訳はターボ車が 40% だったと。四駆の比率は 25% となり、同社の軽乗用車平均、2019年実績の 16% に比べて高い水準となったと。力強い印象を与えるフロントグリルなどをセットにしたディーラーオプション、メッキパックの装着率は約5割となったと。で、注文者の傾向は男女比が半々となり、年齢層も偏りがなく幅広いお客様に選んでもらっているという。月販目標を上回る受注を獲得し、現在の納期は約2ヶ月となっていると。タフトは新型コロナによって積極的な販促活動が制約される中でも、機能客を中心に受注台数を伸ばしてきたと。今後はコロナ第2波を警戒しつつも、他銘柄の新規客の獲得に向けた販促活動を7月下旬にも本格化し、SUV の需要期である夏に向けて受注の山場を作る考えだという記事でした。まあ、タフト売れてるみたいで良かったですね。ほんとね、コロナで新車の発売、各メーカー遅らせたりとかね、してますけれども、その中でね、満を持して出したタフトが、月販目標の 4.5 倍となる1万8000台を販売したということなんでね、これはね、景気のいい話で良いんじゃないかなと思います。まあ、それにしてもね、ダイハツの代名詞でもある担当の、受注割合よりも上回ったっていうのはね、意外でしたね。やっぱりね、SUV の人気も軽自動車の方にも押し寄せてきていると。まあ、今まではね、ジムニーとかハスラーとかがね、独占していた、このカテゴリーなんですけれども、まあ、ダイハツが、そのね、シェアを奪いに来ているというところだと思います。これもね、他社も追随してくるんじゃないかな。N-BOX クロスとかね、N クロスとか出るんじゃないかなと思いますけどね。他にもね、気になる新聞のニュースなどがありますので、日刊自動車新聞さんの電子版のリンクは下の詳細欄に貼っておきますので、見ていただければと思います。これからもね、週1ぐらいのペースでやっていければと思っています。耳だけでね、聞いていただいても内容が伝わると思いますので、ラジオ感覚で聞いていただければと思います。それでは、自動車業界の気になる記事をピックアップ、ワンソクニュースでした。